一夜限りの恋に落ちてく。野外の音楽イベント、ロックバンドなどが会場を盛り上げる中、ひときわ異彩を放つグループの存在が。私たちアラフォーアイドルシャインフォーエバーです。シャキーン。彼女たちは一体。アラフォーアイドルをしています、シャインフォーエバーです。皆さん、じゃあ、年齢はファンタジーで。ファンタジーはそういう年齢なのでファンタジーでお願いします。喋れば分かってきますなるほど。アラフォーアイドルと言いつつも年齢はファンタジー。エビバディお騒ぎ、いい人がしなって負け犬と思う。取り残されてる感じというか、自分の人生生きたいなって。主人の分までっていうとなんかまたちょっと違う話になってきちゃうけど、あなたは今からやりたいことがやれるんだからやってみなさいよって言われてる気がして。仕事との両立や子育て、夫との死別など、それぞれが事情を抱えながら活動するアラフォーアイドル、その舞台裏に密着しました。2016年にデビュー、名古屋を拠点に活動するシャインフォーエバー。コンセプトはいくつになっても輝こう。これまでにアルバムを2枚、シングル30曲以上を発表しています。メンバーは9人、しかしそれぞれ家庭や仕事を持っているため、週に一度の練習に全員が集まることはありません。さらにアラフォーだけに。50か50、それはきついね。肩痛いね。しかも左が治ったなと思ったら今度右に来て。片っぽずつくるよね。そうなんだ。そうだよ、片っぽずつくるよ。こんな年相応の悩みも。グループのリーダーチョコさんは、もともと人と違うことが知ったがいいんですよね。で、自分がまあ、目立ちたいのもあったし、もう小さい時から目立ちたがりだったので。10年ほど前にアイドル活動をしていましたが、グループが解散。名古屋で新たにアラフォーアイドルを立ち上げました。結婚して、まあ、出産してってするなってくると、社会とつながってないじゃないですか。もちろんパートとかにも行ったんですけど、なんか取り残されてる感じっていうか、子供の親、お母さんとしか接点がなくて、子供の話しか、ね、しないし、自分の人生生きたいなっていう、自分の人生を生きたい、そんな思いからアラフォーアイドルになったのはリーダーだけではありません。ムーブメントね。さすがちーちゃん。普段はネイリストとして働くチェリーこと渡辺キリコさん。グループ最年長の渡辺さんですが、もともとアイドルを目指していたわけではありませんでした。Facebook の投稿でダンスレッスン楽しいなっていう投稿があって、でダンスサークルかって思って、で見学に。アイドルっていう話も出たんですけど、なんかそれは一つのね、表現だと思って、アイドルみたいにやるんだなって思って、どん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 本格的な活動になってって、ジェットコースターに乗せられたみたいに進んでった。アイドルの活動を受け入れるのに
1年かかったといいます。それでもやると決めたらそこはアイドル。選ぶ服にも変化が。だいぶ短い。これはステージとかなら着れるけど普段にはちょっと無理ですね。これはやっぱりフリフリなので やりすぎじゃないかなってちょっと思ったけど、それぐらいでちょうどいい。アイドルはそれぐらいしないとやっぱり、突然の母親のアイドルデビューに息子たちは聞いた時はいや何やってんだろうなと思ってちょっと引いてました。いや見てるのが恥ずかしいですね、応援はしてるんですけど。明るい時の方が増えたんじゃないかなとは思いますけど、介護の時はさすがに大変そうだったんで。実は渡辺さん、はい、暑いので氷入れときました。3人で仲良くどうぞ。これが夫です。2015年の8月に亡くなってます。病気で5年間闘病して。デビュー前に夫の俊彦さんを病気で亡くしていました。筋萎縮性側索硬化症 ALS っていう、だんだん、体が不自由になっていくっていう病気です。いろいろしても今の医療では手立てが、治療方法がないっていうこともわかるし、ちょっとうつ病みたいになっちゃったりとか、本人は相当苦しかったと思います。グループへの加入を誘われた時にはまだ夫の死後1年しか経っていなかったため悩んだといいます。それでもあなたは今からやりたいことがやれるんだからやってみなさいよって言われてる気がして、諦めちゃってる人が多いので、年齢とかもうね、もう私なんかみたいな気持ちの人が多いので、そんなことないよって、私たちでもやってるよみたいな、そういうことをアピールし続けたいですね。月に一度栄で開催している定期ライブ、会場の準備も自分たちで行います。大勢のお客さんが集まりましたが、リーダーまだまだ満足していません。私たちを見たいって言って自主的に来てくれる人たちが多くなればいいなと思いますね。こっちからやっぱ声かけてるので、営業じゃないですけど、はい、結構声かけて、これもしますしますね、すごいしてます。現実は厳しいですよ。ファンを増やしたい、若い人たちの目にも留まるよう新たな試みを始めました。これから、はい、私たちアーフォーアイドルシャインフォーエバーです。シャキー SNS の解説、いい、ね、木曜日定期的にイベントスペースを借りてライブ配信を行っています。トークや即興ライブのほか、オーマイスイーダーリン、すいません、名刺もらってください。はい、名古屋で唯一アラフォーアイドルシャインフォーエバーです。よろしくお願いします。通りすがりの人たちに果敢に営業。戸惑われる方もいるけど、まあ、でもそんなことは気にしてたらやれないんで。妻がやってたらどうかなと思いますけど、もう今何が流行るかわからないので、ね、そういうのはいいんじゃないのかなと思います。結成から今年で7年のアラフォーアイドル、メンバーは自分たちのこんな変化を口にします。心が強くなりました。
自信がついたというか、自分を出すことができるようになったことがめちゃくちゃ嬉しいです。結構ネガティブ強かったんですけど、皆さんのおかげで常に笑顔ができるようには前よりはなりましたね。女性の背中を押したい、私たちも輝いてるから、みんなも自分ももっと輝けるんじゃないかなって思ってもらいたい。今日が人生で一番若い日。人はいくつになっても輝くことができるんです。本当はある程度の年齢いったらやめようかなと思ってたんですけど、やっぱり楽しいし、ファンもいるし、行けるところまで行きたいと思います。いや、人生何があるか分かったもんじゃないですね。どうかな、なんか喜ぶより呆れるかもしれないですね。やれやれみたいに。今のところこれが生きがいかな。いつまで続くか分かんないですけど。